最終楽章は、イギリスのロックバンド、レッド・ェッペリンの第9作目のスタジオアルバム。1982年11月19日発売。プロデューサーは、ジミー・ページ。タイトルの、コーダとは、楽章集結部の意の音楽用語であり、厳密に言えば、最終楽章という放題は語訳であるが、バンドの活動を締めくくるアルバム、との意味合いで命名されたものと思われる。 1980年9月25日、ドラマーのジョン・ボーナムが急生。バンドは12月4日、解散声明を発表した。スワン・ソング・レコードは1974年、アトランティック・レコードとの間に、レッド・チェッペリンのアルバムを5枚リリースするという内容の契約を交わしており、この契約を完了させるためにもう1枚アルバムを発表する必要に迫られたページは、 レッド・ツェッペリンの12年の経歴における様々なセッションからの未発表音源を集めてアルバム化することとなった。ページは1981年夏から編集作業を開始し、ロバート・プラント及びジョン・ポール・ジョーンズの協力を得て1982年、初めにトラックを完成させた。ページは当初、バンドのライブパフォーマンスを年代別にまとめて、 ライブアルバムとして発表することを計画しており、手始めに1970年のロイヤル・アルバート・ホール公演から出そうとしていたが、プラントから反対され、本作のような形になったのだという。前述のライブ音源及び映像が公式に発表されるのは2003年発表のレッド・チェッペリン DVD まで待たなければならないが、このうち君から離れられないのみ、 リハーサル音源と偽って本作に収録されることになった。ジャケットデザインは前作インスルージアウトドア同様ヒプノシスが担当した。本作は凝ったギミックや謎めいたメッセージの類は一切なく表面は淡い快緑色を基調とし一筆書きを思わせる書体でバンド名およびアルバムタイトルが大きく印刷されたシンプルなものとなった。裏面には 雲面に浮かぶ10枚の円盤の写真が配置されているが、これが何を表しているのかが、ファンの間でちょっとした議論になったを含むを指していると言われている。インラージャケットには、レッドツェッペリンの全活動期間に撮影された様々な写真がコラージュされている。最終楽章は、当初1982年前半にリリースされる予定であったが、同年夏に発売される。 フラントのソロデビュー作、11時の肖像と、競合しないよう発売が延期され、最終的に11月19日、アメリカで発売された。ビルボードのアルバムチャートで6位を記録。イギリスでは11月21日に発売され、アルバムチャート4位を記録している。2015年に、リリースされた最新リマスター版は、ビルボードチャートで12位、前衛では9位を記録している。 1987年初 CD 化。1993年のコンプリートスタジオレコーディングスで全曲リマスター化。1994年単独リリース。2015年最新リマスター版がプレゼンス・インスルージ・アウトドアと同時にリリースされた。本作のデラックス・エディション及びスーパー・デラックス・エディション付属のコンパニオンディスクは2枚組で、 インスルー以前の時代からの未発表音源等、全十五曲と、これまでの中で最も多くの曲が収録された。収録曲のうち、ヘイヘイホワットキャンアイド、ベイビーカム、オンホーム、トラベリングリバーサイドブルースは、気質曲である。ウィアゴナグルーブ、ウィアゴナグルーブ二時三十八分、プアトムプアトム三時二分君から、離れられない、アイキャンとクイット o u ベ a b y 4時十八分。 ボルターズウォーク、ボルターズウォーク4時31分、オゾンベイビー、オゾンベイビー3時35分、ダーリーン、ダーリーン5時7分、モントルーのボンゾ、ボンゾー S モントルー4時18分、ウェアリングティアリング、ウェアリングティアリング5時29分なお、1993年9月に、コンプリートスタジオレコーディングスボックスセットが発売された際、上記8曲に加えて、次の4曲が、 本アルバムに一緒に収録された。ベイビーカム、オンホーム、ベイビーカムオンホームベビーカムンホームトラベリングリバーサイドブルース、トラベリングリバーサイドブルース、ホワイトサマー、ブラックマウンテンサイト、ホワイトサマー、ブラックマウンテンサイド、ヘイヘイホワットキャン、アイドゥ、ホワットキャン、アイドゥ、イアーゴナグルーブ、ウィアーゴナグルーブ、オルタネイトミックス、イフィットキープス、オンレイニング、イフィットキープス、オンレイニング、 ウェンザレビーブレイクスモントルーのボンゾボンゾエスモントルベイビーカム、オンホーム、ベビーカモンホーム、シュガーママ、シュガーママ、プアトムプアトムトラベリングリバーサイドブルース、トラベリングリバーサイドブルーズヘイヘイホワットキャン、アイドゥ、ヘイヘイホワットキャン、アイドゥフォーハンズ、フォーハンズ、フォースティックスフレンズフレンズ、ボンベヨーケストラ、トリスタンの剣、ストリート、トリスタン、エスソード、ラフミックスデザイア、 desire, the wanton song bring it on home, bring it on home, laugh mix Walter's walk, Walter's walk, laugh mix everybody makes it through, everybody makes it through, in the light. ありがとうございます。